尽きると思います。あとは、まあ、先進性の技術というのもあのこの新型のドライコンというのは盛りだくさんと思っておりますので、一度、まあ、販売店の方で試乗いただけると助かります。はい、今です。先進性の技術、予防安全機能だったりコネクテッド機能だったり、そういうのも搭載されてますので、やっぱりタフだけじゃなく普段使いもできるところが、はい、あのまあ、ずっとね、僕はあのエンジンとかね、シャーシーとかいろいろ先ほどお話しましたけども、あの自動ブレーキだとか安全装置ね、これはもう全てすごくいいです。まあ、プラスね、これピックアップでですよ、はい、あのランサーエボリューションとかね、アウトランダー PHEV にも付いてるアクティブイオンコントロール、AYC という、うん、カーブの時に内側にブレーキをかけて車を積極的に曲げてあげると、まあ、そういうね、いろんな装備全てもあのてんこ盛りなんで、やっぱり皆様にね、安全に楽しくね、こう使っていただける車かなというふうに思いますね。あの先ほど松岡監督もね、最初の冒頭の頃でそう、トラックでだけどトラックで会っちゃいけないね、あの乗用